さんこんにちは。今回はレレレレレレパウ、今回は4回目でバスターズのラムネを買ったので紹介していきたいと思います。次ジョキジョキラムネ、いい、お、ライオトン、ないな、はい、ないですね。ということで開封、これもホロですね。で、はい、ライオトン。それと夏休みの宿題はどんな感じですかね。もう僕はね、もう地獄なんですよね。まあ小学生ですけど、漢字が、漢字ノート1冊分ですね、60ページと、まあそんなに多くない気もするけど、あと計算ドリル全部と、ワーク1冊、国語算数理科社会と、あと家庭科と音楽と作文といろいろありますね。夏休みの宿題ない学校とかあるんすかね、まあ、気になりますね。まあ夏休みの宿題がない学校とか、まあその学校の行ってる、通ってる人とか行きましたらコメント欄書いてください。次、でん、長バナナ、ララララーグバナナということで、後ろからブチュブチュ、うん、お、おいらん、えい、おいらん、今のところダブってないんで、未開封パックが何枚かプレゼント企画できると思います。ラスト、あ、かぶったプレゼント企画、これですね、多分全部開ける羽目になったら嫌やな。え、うっそ、うっそ、え、なんで、え、なんでかぶった、え、どうなってんのこれ、もしかして、あ、オッケー、出た、どんよりーぬ、はい、どんよりーぬ、合計12種類ですね。あと1個出てませんでした。ガブニャンが出てませんでした。のうちこれ2つ。いろいろ出て、いろいろ、えと、シリドルも変えたらと、シリドルも、ういどくやらしい。え、こちらしいですね。これですね。明らかにこれですね。これでガブニャン出んかったらどうなってんの。おっ、出たー、ガビジャン、よし、フルコン、ここに全部開けるハムになります。ガビジャンということで、フルコン、はい、そして、この流れでプレゼント企画、はい、このようにラインナップがなりました。特にアツガルル3枚とメラメライオン2枚かぶってるんですけど、あ、あとカブトムソもね、未開封が5パックあるので何が入ってるかわからないですね。はい、ということでプレゼント企画、このプレゼント企画の締め切りが8月1日の夜7時に締め切りしたいと思います。で、8月2日の動画で当選者発表をしたいと思います。あ、それと応募の仕方、1、このチャンネルに登録すること、登録してる方は OK です。で、2、この動画に高評価をすること、3、この動画のコメントに欲しいですなどというコメントを書いてください。まあその3つの条件を満たした上での参加となりますので、ご注意お願いします。ということで、たくさんのご応募お待ちしております。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。